ウォーレンはアメリカ合衆国の女優、歌手である。1946年にニューヨークに生まれる。母親は歌手で、父親は不動産業者だった。ロシア系ユダヤ人の家系で、もともとの父方の名字はウォレノフ。5フィート8インチの長身を活かして、バレエダンサーを目指し、スクールオブ、アメリカンバレエに通っていたが、 女優に憧れだし、17歳でアクターズスタジオへ入学。当時最年少での入学者となった。1963年にミュージカル110 in the shade でブロードウェイデビューを果たし、1965年に出演したミュージカル舞台ダラットザキャットではシアターワールドアワードを授与された。1973年ミュージカル スカーレットのロサンゼルスプロダクションでスカーレット・オハラを演じたが、この公演は評判がかんばしくなくブロードウェイに進出することはなかった。しかし舞台において着実にキャリアを確立していった。シンデレラ役のウォーレンと王子役のスチュアート・デーモン、映画サウンド・オブ・ミュージックのリーズル役に落選したが、徐々にテレビへの出演も増えていく。1965年、 ロジャースハマースタインのテレビ版のミュージカル、シンデレラでは、主役のシンデレラを演じ、テレビ界での最初の大きな成功となった。1970年から1971年に、かけて、スパイ大作戦に主要女性登場人物、ダナ・ランバート役で出演した。ベイトリック・ホワイトのザ・コンプリート・ミッション・インポッシブル・ドシエによると、ウォーレンはこの役を演じるには、 経験が浅すぎたとされ1年で降板となった。しかし1970年代に入ると、テレビ映画、連続ドラマなどで、さらに主役級のポジションを獲得していった。マペットショー第3シーズンにゲスト出演し、映画版にも出演した。1975年、ブロードウェイミュージカルをテレビドラマ化したスーパーマンでは、スーパーマンの恋人役であるロイス・レインを演じた。 1978年、映画版、スーパーマンでも、同役のオーディションを受けたものの、マーゴットキザーが配役された。映画の VHS、または DVD で、ウォーレンのスクリーンテストの映像が、特典映像として追加されている。映画においては1981年、デビッド・ヘミングス監督によるニュージーランドのサスペンスアクションスリラー映画、ベース・フォー・ザ・ヤンキー・ゼファーで、ケン・ウォール、 ジョージ・ペパード、ドナルド・プレザンスと共に主演した。1982年、ミュージカルコメディ映画、ビクター・ビクトリアで、ギャングの頭が弱い愛人のオーマ・キャシディ役を演じ、その演技が高く評価されアカデミー女演女優賞にノミネートされた。ゴールデングローブ賞においてはこれまで5度のノミネート経験があり、1977年、ハロルド・ロビンズの79パーク・アベニューで、 ミニシリーズ部門において最優秀主演女優賞を獲得した。2012年1975年、刑事コロンボ第4シーズンのエピソード5時30分の目撃者で精神患者役を演じ、ピーター・フォーク、ジョージ・ハミルトンと共演した。1977年、イーグルスの駆け足の人生のミュージックビデオに出演した。1985年、 人気ボードゲームのコメディ映画化、殺人ゲームへの招待で、第一級殺人容疑者の一人ミス・スカーレット役で主演した。1986年、ボブ・シーガーのヒット曲、アメリカン・ストームのミュージックビデオに主演した。1987年、シェリー・デュバルのフェアリー・テイル・シアターのエピソードで、童話、ザ・トゥエルブ・ダンシング・プリンセシーズを元にした、踊るお姫様に、 ジャネッタ・ヒメ役で出演した。1989年、エアロ・スミスのジェイニーズ・ガッタ・ガンのミュージックビデオにジェイニーの母親役で出演した。1991年、テレビ映画ファミリー・オブ・スパイズでエミショー賞にノミネートされた。1994年、スリラー映画バラの素顔で異常性欲の役を演じたものの、作品の評価は低く、ウォーレンは ゴールデン・ラズベリー賞最低女演女優賞にノミネートされた。作品自体も最低作品賞を受賞したが、ビデオ販売で成功を収めている。近年でも、二人は友達。ウィル・アンド・グレースで、ウィル・トルーマンの父の愛人役や、デスパレートな妻たちで、スーザン・メイヤーの母親役などを演じて、話題ドラマに出演したほか、女・ケンシー、ジョーダンのリリー・リボースキーの母親役。 デスザンパーフェクトのキップ・ステッドマンの母親役、USA ネットワークのオリジナルドラマ、ザ・プロテクター、狙われる商人たちのメアリー・シャノンの母親役を演じるなど、精力的に活動を続けている。1967年に映画プロデューサーとして知られるジョン・ピーターズと結婚。一人息子を設けたが後に離婚し、2000年に再婚を果たした。ありがとうございます。